小野とゆうやのほのぼの夕焼けラジオ番外編でーす。小野です。長ゆうやです。短本編は毎週土曜日に配信していますが、こちらは毎週水曜日に長配信していますそこ伸ばすのね、普通ということで、はい、はい、公開収録、うん、お疲れ様でした。楽しかったな、またやりたい。岩門さん、僕は大学の同級生、うん、岩門角煮と久しぶりに喋って懐かしいなって思ったんですけど、うん、小野さんは完全に初対面じゃないですか。そうだったね。どうでした、岩門。もう友達になったと思ってる。距離詰めた、うん、個人的にね、あ、ファンになりました。なんか見た目は正直さ、大きくてちょっと青たんも作っててさで結構画面サイズいっぱいいっぱいにね、うん、お顔もあったじゃない、映ってたじゃない。怖いなって思うのかなって思ったら、うん、全然一回も思わなかった。なんだろうこの穏やかな大きい男性はっていう感じでね。しかも面白かったね。なんかフォルムがマスコットキャラクターみたいで可愛らしいっすよね、うん、ねえ、くまモンみたいな、くまモン、いわモンみたいな感じだよね。親戚みたいな感じ。親戚なのかな。色もね、どっちかというとくまモン寄りでしたよね。ああ。あだ名角煮だったし、結構こう茶色い香ばしい美味しそうな色ですからね。福岡県ご出身でしたっけ。そうそうそう、福岡。うん、熊本とね、福岡同じ九州だから、もしかしたら血がつながってるかもしれない。あれはつながってんな。ね。うん。そのいわモンを迎えて話しましたけれども、はい、盛り上がりましたね。盛り上がった、面白かったな。で今回メタバースということで、実際にアバターを作って会場で聞いてくださった方もいたんですよ。うん、そんな方からお便りをいただきました。あら、ありがとうございます。ラジオネームあやたんさん。あやたんさん、公開収録参加しました。とっても楽しかったです。はい、ありがとうございます。岩本さんが面白すぎて本当にあっという間の1時間でしたね。え、私も途中で新庄さんがコメントや電話で参加したり、あ、お友達ね、野川さんがコメントを送ったり、うん、中央大学同窓会が始まったのかと思いました。確かにね。次は岩本さんと新庄さん2人でゲストに来てほしいです石井さん、念願だった岩本さんと一緒にお仕事をした感想を改めてお願いします。また小野さんは一緒にお仕事をしたい同級生や友人はいたりしますか、岩本さんだけじゃなくて新庄さんまでゲストで来てほしいということでまさかのただの保険営業マンですからね新庄は。でもね、お電話口の会話がね、うん、面白かったんですよ面白かったね、うん、この2人の掛け合いはねめちゃくちゃ面白いのよ。今度来てもらいましょう。今度漫才みたいな掛け合いいいよ、来て。いいよいいよ、もうだっておゆらでしょ、あの方たちも。岩本は分かるよ、うん、新庄もおゆらでいいの。おゆらですよ、もう一回ご出演した方はおゆら、おゆらじファミリーです。あ、そう、家族だから。出演というか強制的に電話つながれて声出ちゃったみたいな感じだったけどねご出演ですから、そういうのいいんですよ。じゃあ新庄に言っとくわ、うんうん、ノベルティもお送りしますよ、うん、新庄にステッカーの、うん、欲しいかな新庄ね、ばあちゃんかじいちゃんかの実家がね会津若松でね、一応福島にゆかりあるから、うん、ファミリーということで。ファミリーです、はい、はい、ようこそ追加されましたさあそして小野さんは一緒にお仕事したい同級生、ね、友人はということですけど、私のお友達は本当にね個性光る友達ばかりなんですよ、うん、例えば高校の同級生はね、釣り所がいてね、あ、はいはいはい、いわきに住んでるんだけど、うん、もう、ま、今ちょっとお子さん生まれて育休中なんだけど、うん、釣りの育休中ね、うん、仕事の育休じゃないんだね、うん、釣りの育休中なんだけど、うん、なんか育休中だけどね、たまに海釣り行ってるみたいで、ものすごい大きさの魚釣るのよ、うん、俺ね SNS フォローしてるんですよ、うん、すごくない、すごい。なんか結婚式でマグロさばいたとか言わなかった。そう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 、私結婚式招待してもらった時にケーキのさ、ケーキのこうカットあるじゃない、うん、あれじゃなくてマグロの
解体ショーだった。とんでもないね。あのナイフ最初に入れるの普通、うん、ケーキじゃない。2人の初めての共同作業です。ケーキ入刀じゃないんだ。じゃない、じゃなくてマグロ入刀。すごい正月か。威勢のいい音楽が流れてさ。寿司三昧みたいな正月のね。てて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 てみたいな。すごい。え、それ振る舞われたんですか。振る舞われた。あれそれはね、なんかケーキより俺嬉しいかも。いやすごかったよ。でも本物のあの鉢巻き巻いた漁師さんみたいな方も一緒に来て、本当のさばきをやってて、すげえな。で友達はウェディングドレス姿で切ってたからね。あの子さばけるからさ。大丈夫。汚れない。可愛いエプロンしてたよ。ああそうなんだ。魚のフリフリの。フリフリなんだそこは。そこはフリフリ。そこは洋菓子屋さんスタイルなんだ。ケーキじゃないのに、うん、面白とかね。なんかあと席に着いたらさ、うん、あの席に着いたら、あ、水槽があってテーブルの真ん中に、うん、それぞれのテーブルに水槽があるのよ、うん、でそこであのメダカが泳いでるっていうね。淡水もいけた。海水だけじゃねえんだ。メダカですかーっていう感じ。よっぽど好きなんだね魚が。すごかった。会場もね、もうブルー一色、うん、海をイメージしてて。会場ってあれ海の上と書いて会場もしかして。いやそっちだとすごいけど、あのそっちじゃないです。違うんだ、さすがにね。話したいなー。すごいよ。で話すともいわき弁ゴリゴリだからね。聞きたい。でも小野さんの本領発揮したいわき弁ちょっと聞いてみたいです。マジなやつ。あの子と喋ったら多分みんないわき弁になると思う。じゃあその子と小野さんとひろこでやりましょう。なんでうちの母親出すんだい。ひろこさんも入れてやりましょう。あ、面白いと思う、うん、やりましょう。いや楽しみだな、それは。いいっすね。あとうちの兄もね、うん、出てほしい。兄もなかなか。M1 出たことあるんだよ。井上と一緒じゃないですか、うちの。一回戦敗退。あれ一回戦突破するの大変らしいね。でもあのゴジテレで出てるドリルフィンフィンズが、うん、M1 の一回戦突破したって。おめでとうございます。だからゴジテレファミリーのドリルフィンフィンズとオイラジファミリーのイカロス両方とも M1 の一回戦突破してる。おー、うん、イカロス。イカロス、三好ハイボールと東野ワトソンのイカロス。出た出た出た。あいつらも M1 一回戦突破してる。今日はじゃあちょっとあの省略しましょう、はい、説明は ね、 ね。続報は引き続きお伝えしますので、はい、イカロス、はい、まああの今回、はい、メタバースの配信でしたけれども、ありがとうございましたね。まあ、24時間テレビの企画の中で行った配信ということで、うん、当然リアルイベントも行ってました、うん、そこに来てくれたリスナーの方もいたんですよね。あ、そう、はい、そうそうそう、うん、あのね私会場にいたんだけど、うん、あの小野さんオイラーです、オイラーです、オイラーですってすごい声が聞こえて、うん、他にも何人かいたんだよ、オイラーですって言ってくださる方でも、なんかそのね男性の方だけすごい熱量で話してくださったの。多分ねその方と思われるお便りが届いてます。あら、紹介しますね。ラジオネーム、うん、東京駅。東京駅。皆さんこんにちは、いつもオイラジ楽しみに聞いております。東京に住んでいるのでゴジテレは見られないのでオイラジを楽しみにしています。たまたま今日休みということもあり、うん、先ほど24時間テレビの郡山中央公民館に行ってきました、はいはい、朝新幹線に乗って、うん、10時過ぎに郡山に着いて、うん、もう東京に戻ってきました。あ、絶対その人だ。福島滞在時間4時間でした。そうそうそう、初めて福島降り立ちました。そうそう、念願の小野さん、能川さん、加藤さんにお会いできて満足でした。皆さんめちゃくちゃいい方で、ますます中テレが好きになりました。ありがとうございます。井上さんには会えず残念でした。わ、また井上さんとのコラボ楽しみにしています。はい、おゆらじ配信楽しみにしていますよ。ということで、ゆうたんはねちょっとその時会場にいなかったからあれだけどね、まあ、夏休み最終日だったんでね。そう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 。公開収録だけ来たけどね。そう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 、そう、いやすごかったのよ。なんか小野さんさっき来たんです僕みたいな感じで、ありがとうございます、僕おゆらなんですって言って、ありがとうございます、どちらからって言うと東京からって言う、って、うん、一回お便り紹介してもらったんですよみたいな感じの会話してて、でじゃあ楽しんでってくださいねって言ったら、いやもう帰るんですって、はってとりあえずあの写真だけいいですかって言って写真撮らせてもらって、であの生放送見たらもう帰るんでって、生放送あれ1時間ぐらいだから、うん、あるよね結構ね、1時間見て帰った。
絶対この人だね。うん、本当に帰るんですかって何回か聞いたの私。え、本当に帰るんですか、まだいろいろあるので楽しんでってくださいって言って、いや帰るんです、あのおゆらなんで、あのおゆら中の皆さんに会えただけでもいいんですみたいな感じだった。すごいね、ステッカー渡せばよかった。渡さなかったの？持ってなかったよ、だっておゆらに会えると思わなかったからさ。確かにね、余ってんだからもうばらまけばよかったのね。余ってる言うな。ね、ありがたいっす ね、 わざわざね。だってあのお便りも今東京に着きましたって言ってたから、うん、もう帰ってすぐお便り送ってくれたんだよ。ありがとう。当日のうちに。こうやって県外の方とやっぱね、県外の方が聞いてくださってるってことがやっぱり嬉しいなと思ったね。すごいですね、うん、ありがたい。会いたかったな、うん、そしてもう一通来てますよ、うん、ラジオネーム山崎パン子さん。パン子さんかな、まあいいか、どっちでもいいんじゃないですか。山崎パン子さん、ああそうかもね、まあいいか、まあいい。さゆりさん、ゆうたん、中テレの皆さん、こんばんは。こんばんは。24時間テレビ、暑い中大変お疲れ様でした。中テレファンですので会場まで行きました。まずは日中に伺い、ノーパンと記念撮影させていただきました。野川さんね、うん、そして沢アナと川岸アナにも対面できました。そして私は公開収録を会場でやるものだと勘違いし、一旦会場を出てから午後6時30分にもう一度向かったら、警備員さんにもう撤収してますよと言われ、ガーン、メタバースのみだったのですね。ちょいださなメッセージボードを準備していたのですが、披露できなかったのでここに添付しますね。また来年も楽しみにしていますといただきました。そうか、そういう間違いも。ちょっとさ、そのね、メッセージボード、私がリポートしますと、あのね、大きく白い背景に、ゆうたん結婚おめでとうっていうなんか凛々しい字体で書かれてますね。本当ですね、俺この字体知ってるわ。あと紫色のハートが4つ周りについてます。この字体は、うん、あの番付表の字体です。これなぁ、生で見たかったなぁ。若元春とか若隆景って書いてある字体で、ゆうたんって書いてある。結婚おめでとう。渋いね。でもさ、これもったいないから、データだけじゃなくてやっぱり一旦こちらの方で印刷して、私からゆうたんに直接見せますんで。あ、これそうか、ボードにしてきてくれたのか。そう作ってきた。ちゃんと私から見せます。中テレ祭りの人じゃないよね。民調隊のゆうやの人じゃないかな。かもしれないね、山崎パン子さん、うん、もしそうだったらまたお返事ください。あの責任持って私がボードにして、ゆうたんあのフロアの中でね、仕事をしている時にしっかりあの出させていただきますので。こそっと渡してくれ。でもさ、あのね、公開収録会場でやるものだと思い勘違いして一旦会場出たらって書いてありますよね、うん、いや私もさ、あのメタバースの公開収録会場でやるものだと思ってずっと会場にいたのよ。いや、あなた説明してましたよ自分で。会場にいたの、うん、で打ち合わせするって言われて、え、この会場ですよねって、郡山市中央公民館ですよね、うん、みたいな感じで待っててもさ、誰も来なくてみんなどんどん撤収していくわけよ。で連絡したら、いや、あの本社の方ですのでって言って、会社の方ですって、っていうドッキリだった。ドッキリじゃないよ。え、テレレレテレ。違う違う、それドラえもんじゃん。なんだっけ、テッテレー。あ、テッテレー。あ、テッテレー。テッテレー。その前の違うな。テッテレー。テッテレー。テッテレー。テッテテッテテテは違う。タケコプター出すやつだね、それね。他局だった。そう。はい。あなたは知ってなきゃダメでしょ。確かに俺集合時間4時半に打ち合わせって話になって、うん、4時33分ぐらいに俺も、まあ、遅れちゃったんですよ、ちょっと道込んでて ね誰もいない。あれと思って、小野さんだいぶ遅れてきて、そういうことだったんだ、うん、だって、うん、だからさ、会場の控え室でずっと待ってたの、多分ここで、うん、
打ち合わせだろうなって。そしたらさ、誰もアナウンサーもいないしスタッフもいないしさ、うん、なんか技術さんとかがどんどん撤収してて、私そこで一人ポツンって待ってたのなんで来ないの、ゆうたんなんか遅れるって言ってるけど、え、でもおゆらじメンバーもいないぞみたいな感じだった、ね、せっかく確かに24時間テレビの会場あるんだから、うんね、どうせならこの小汚いブースじゃなくてそっちでやんのかなって思うよね思ったよ、うん、私は思った。あ、でも小汚いブースじゃなかったわ、おしゃれな会場からやったわ。そういえばあのね、うちの一番の大きい会議室、大会議室っていうところがあってね、うん、そこにソファーを置いてやらせていただきましたけれども、ね、壁の黒ずみは同じだけどね、うん、ただ広いっていうだけなんだけど、いやそんなねこともありました。そんな間違いもあったんですね、うん、まあメタバースでやるのもいいですけどやっぱりね、もしやれるならリアルでね、やりたいなという気持ちもありますね、はい、で今回のあのメタバースの配信、生で聞いてくださっていた方もいましたし、うん、あとまあ収録をして、まあ、前回の34話で公開されてるんですよ、そのメタバースでの話の内容が、はいはい、実はその公開収録の後、あのメタバース空間内で私と小野さんと岩門でアフタートークをですね、うん、やっておりまして、そうそうそう、まあ、そこで少しリアルタイムで寄せられたチャットを紹介しながら話をしていました、うん、それでは最後にこちらを聞いていただき、今日はお別れとしたいと思います。それではどうぞどうぞ。ここからはアフタートークで、え、なんかあの今集まってる皆さんからもし質問あったら岩門に、ね、まずチャシ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 って皆さん、チャシチャシです、チャシロングで、新庄はどんな人って質問来てる。新庄はどんな人ですか。あの僕が大学で一番一緒に過ごした時間の長い、まあ、マブダチというかなんですけど、ね、はい、まあ、それこそこれゆうやと僕とその新庄3人でずっとつるんでた、あのいわゆるあんまり よろしくない友達同士ですね、お互いの悪友ですね、まあ、悪友ですよ、はい、うん、なんか今何キロですかって心さんが、あ、今ですね僕145キロあります。145キロ、あと好きなおかずは、あ、これ難しいですねあのよく聞かれるんで、あの一応回答としてはカロリーというふうに言わせてはいただいてます、はい、カロリー、はい、固有名詞で言っちゃうと他がみたいになるので、ちょっと他のおかずへの配慮もあるんで、そうか、優しさなんだよそれ、そうそうそういろんなおかずへの愛が、うん、確かにいろいろ思い浮かぶもんな、カロリーって聞くと、あ、ね、おかず力チャンネルっていう YouTube をやってて、そうです、あのいかにご飯に合うかっていう、そのおかずのおかず力を測ってる。なんかね、桃のおかず力はどうですかっていうお話が来てますよ。桃どうですか。でも案外その合わなそうなものほど意外とあったりするんで、うん、まあなんか甘じょっぱ的な感じでちょっといけちゃう可能性もで、今めちゃめちゃ適当なことを言ってますね、すい、桃への配慮が、うん、これもおかず力ですよ。おかず力ちょっと見たいね。ぜひぜひ。小野さんが送る馬刺しはね、測ってもらえるから。いや、やった。ちょっと結構高そうなんで、おかず力楽しみですね。あとね、アメフトのない日の休日とかどうやって過ごしてるんですかって来てますよ。あ、そうですね、まあ、マジの話するとめちゃめちゃインド派なんで、ずっとアニメとか見てます、部屋から出ないし。うわ、私と一緒。え、本当ですか。確かに私も10時間以上とか家で寝ながら、あとアニメとドラマで、あ、ほぼ同じ時間過ごしますね。あ、そうなんだ、うん、だってゆうたん逆じゃないですか。逆なんですよ。めっちゃ釣りとか行ってるし、野球したり釣りしたり、いや、なんかよくやるなって思っていつも見てそう、私もです、よくやるなって、うん、今日の午前中も野球やってたの。すごい、うん、あれですよ、なんかあの会社出社する前にゴルフの打ちっぱなしとかゴルフに行ったりするんですよ。え、ありえないですよね待って待って、アスリートだよ岩門。いやいや、あ、そっか、あの僕運動好きじゃないですよね。えいや本当にそのなんかやらないと、いなんていうんですかね、うん、走るのとかも本当嫌いだし、トレーニングとかも好きじゃないけど立場上やらないといけないからやってるみたいな感じ。面白い、ね、もうなんかこのままさんま御殿とか出てほしい、出てほしいですね、
いや、なんか、でも福島中央テレビは、こう、なんかパイプがありそうなんで、そこに乗っからしてほしいです。そうですね、パイプありまパイすプあるね。か？はい、中央大学ホあッりまトすラインか？でちょっと、確かにな。大学のね、後 輩だそうそう、から。やっぱ法学部様なんでちょっね。と言っとこう。そうだ、これ聞こうと思ってたはいの。はい。最終的に今一番の夢って何なの？どこを目指してるの？ああ、まあ、世界的なスターになりたいみたいなのが、まあ、めっちゃ最終ゴールだけど、かっこいい。近いゴールは、エンタメだけで飯が食いたいみたいなのが近いゴでもきっかけはだいぶ掴んでる感じするけール。いどやー、ね。そう。きっかけばっかり掴んでて、その一歩先にちょっと行きかねてる感じなんで。どうすればいいんですかね、こっからさらに名前を売るには。いや、私ね、岩本さん、まず話してる段階ですごいいいお人柄出てるし、私このままでいいと思うんですけど、どうなんですか？まあ私よくわかんないし、でもそういうの。最終小 的野さんも全国番組出てるしね。まあそうか、中京さんのテレビでね、全国で出させていただいてますけど、でもすごく今日面白かったし、岩本さんとあと24時間ちょっとお話ししたいなと思うぐらい面白いじゃないですか。いける？ 24 時い間。けるいける。昨日戦った後だよ。そうね。でも、それこそ、ね、ゆうや、大学の頃はさ、ゆうやの家でさ、だらだら、もう時間も気にせずにさ、中身のない話をさ、今、もう一個も思い出せないぐらいの話をずっとしてたじゃん。かつ何てでは。も思い出せない。そう、そういうもんでしょ。何の話したなんかも一個も出てこないぐらいの話をずっとしてたんで、そういう意味ではね、24時間ぐらい多分、なんてことないんでしいょうけけど。る。確かに。いけましょう。当時、話してなかった可能性あるけどね、もう無言で鍋食べてた可能性あるけ当ど。時食べてた鍋、どんな鍋だったんですか？鶏胸肉ばっかり鍋中に敷き詰められてるみたいな。そう。何それ？何そ茶れ？色だけの鍋みすごかったよ。今思えば絶対美味しくないんじゃないのっていうような鍋だったと思うよ、鶏胸肉は1枚をいっぱい敷き詰めてるってことですか？多分。1枚とかじゃない。まあ、切ったやつですけど、結局、多分2、3キロ分ぐらいをドーンって入れてるみたいな感じだよね。鍋かわいそうだよ、もうたっぷんたっぷん。うわーってなってるよね、きっと鶏もなんね。か、で、米蓋もをガこうリンしガたリら溢れちゃうから、蓋はできないみたいな感じだったりして。その時からおかず力チャンネルはもう始まってたんじゃないですか、もし始かしまったてた。ら。まあ、おかず力。だってだしとか取ってないよね、多分ね。取ってない、取ってない。それさ、ごめん、美味しいの？ ポン酢の味だよね。ポン酢。ポン酢でこうくぐらせて食べるみたああ、いなイそう。メージですだね。から、まあ、ちょっと福岡の人間なんで、ちょっとあんまあれですけど、水炊きのレベル1みたいな感じの。水炊きのレベル1多だよ、分、確かに。福岡の人があんまり聞いてないと思って、今適当に言っちゃったんですけど。ねえ、福岡の人びっくりする。怖い鍋。怖い鍋だっそれ、て。鍋じゃなくて、ボイルやん。そう。ほぼそうっすね。ボイルだね、ボイボイル。ル、だってボイルをつついて、中身のない話をしてましたね、昔は。ねえ、でも豚肉とか牛肉じゃなくて鶏胸肉お金ないからさ。そう。牛は高いし、豚はアクが出ますからね。めんどくさいですね。救うのめんどくさい。そう。誰も、そう、3人でやってても、そういうの救う人1人もいないから。理にかなってる胸肉が一番一いい。番いい。ちょっと見てみたい、ま、ちょっと作って、再現して。すぐ作れるよ、あんなの。でも、岩本さんも再現いしやてでくださもう、い。今となっては、なんか食べたくないね、あんなの。でしょ。だって、福岡行って本物の水炊き食べてんのに、レベル1食べないでしょ、だって、わざわざ。そうね。懐かそうしい、考懐えるかと、しなんいか、変に舌が肥えて、初心を忘れちゃってるかもしれない。な。いじゃあ、やー、立ち返るっていう意味でもね。ちょっと積もる話もありますが、もう時間？そろそろおも時間みたいでう。あす。らあらあら。ね、ここまでね、聞いてくださった皆さんもありがとうございます。ありがとうございまありがす。とうございまこの時す。間もたくさんの人をこうやって聞いてくださってます。ありがとうございます。ここまでありがとうございました。まず岩本さんも本当にありがとうありごがざいましとう。た。いや、本当にありがとうございました。チャーシューです。チャーシありがとうございまュー。また。す。また、本当にまた呼んでください。またね。バイバーイ。ありがとう。